OK。とりあえず後ろ、おお、ビビっちゃった。あー、ピンクですね、これ。やば、こっちもなんかピュアな感じして可愛い。ちょっと、重婚しよう。こんなん撮るに決まってんじゃん。嘘でしょ。目標センターに入れてスイッチってこと？日本全国のお化けファンの皆さん、こんにちは。僕、ドラえもんです。今日はね、ゼロ、濡れガラスの巫女というゲームをやっていこうと思います。ホラーゲームです。たまにはね、ちょっとホラーでもやってみようかなと思って、とりあえずやってます。で、ゼロシリーズっていうのはもう私、一回もやったことなくて、完全未プレイです。で、多分なんかのリマスターなんだよね、これね。Wii なのか Wii U なのか、それともさらに前なのかちょっとありませんが、それ系の多分やつだったと思います。まあ、ちょっとスイッチでね、出てたんで、やってみました。神隠しということでね。神隠しにあった少女ミユ、彼女が目覚めたのは半ば水没した古い建物の中だった。ということで、全然状況がわかりません。とりあえずやっていきましょう。どんな感じなんだろう。ほんとマジで初めてやるから何もわかってない。で、今回ね、そう、今まで動画を撮ってから、この実況をね、まあ、撮ってたので、まあ、言い方あれですけど、こう動画を見た状態で、まあ、撮影というか、してたんですけど、まあ、今回、ホラーゲームということで、まあ、同時に今、撮ってます。ゲーム画面を見ながら、私もこう一緒に動いているので、まあ、反応が結構こう新鮮になるんじゃないかなという、ちょっと期待を込めつつ、お、かわいい。これ、どこにいるのかな、起きた。おはようございます。水の中にいたの？背泳ぎ？とりあえず立ち上がりましたと。あ、寒そう。大丈夫？え、ちょっと待って！これ透けてない？怖っ。何これ？なんか人いる？なんか手動いた？怖っ。あ、ちなみにね、ホラーゲームやるの初めてなんですけど、ホラーには思ったより耐性があるんで、多分ビビることはあんまないと思います。なので、ある意味、大船に乗ったつもりで安心して見てもらえればなと思います。基本的に笑っちゃうタイプなんでね。で、これは何？なんか来る？来た？来ない？お、あの子出てきた。あー、年老系ですね。この肌の色的にね、年老系の人たちが多いみたい。あの子ナイスね。とりあえず動くかし？ちょっと待って。この人たちも結構いい感じの、なんか、大丈夫これ。どこか出口やとか言ってる場合じゃないんだけど、見渡す？あ、どういうこと？もうこれさ、積んでない？なんかもういきなり積んでないか、これ。逃げられる？あ、あれか。オッケー。とりあえず後ろに、おお、ビビっちゃった。いきなりビビっちゃった。とりあえず逃げた方がいいってこと？さ、なんかこう、この子のこと全然わかってないけどさ、生身の人間がこう、お化けを弾くってどうやったらできるんだろう。すごいいっぱい出てくる、こんにちは。お、すげえなんか、めっちゃ壁沿いにいるじゃん。これ行っていいのかな？行こう行こう。ちょっと待って。さ、ホラーゲームってさ、いつも思うんだけどさ、ドア閉めれば追ってこないっていうわけじゃないでしょ、絶対。あ、まあ開けない方がいいよね。そうだよね。とりあえず行きましょう。でも雰囲気あるね。こんな感じ？はいはいはい。どこにいるの？小屋みたいなとこかな。あ、廊下の奥から明かりが差している。外に繋がっているのかもしれない。お、でもほら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 、すげえ、結構大きい。追ってきてる。逃げないとっつって。ZL を押し続けて走る。あ、ここだ。おい、閉まっちゃった。
え、積んだじゃん。あ、なんかこの過去回、サイコメトリーだ、サイコメトリー。知らない女性の人たち、走ってくる人をいっぱい乗って、謎の顔、黒い水と、よくあるパターンのやつですね。見えちゃった?服乾いてんじゃん。あ、濡れてた。後ろ向く。ZL で正面にカメラ向ける。ああ。なるほどね。え、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ごめん。ちょっとだけ。ああ、ピンクですね。これ。これあ、いいですね。ピンクはいいと思いますよ。ほら。テンション上がってくるんだ。襲ってくる感じはないんだね。ああ、じゃあこっち行くしかないってこと。でもなんか美少女感出てんじゃん。かわいい。で、結局何も状況が分かってないけど、この子はそもそも誰なのって話なんだけど。あれ、水出てきた。あ、これはもしかしたらあれですかね、このぐらい水の底からパターンのやつ来る。ん、あ、水黒くなった。え、なんか強そうなやつ出てきた。なんか空気変わったんだけど。後ろ向く。押し続け。走る。OK。もう左も行けないから。開いてんですけど。え、なんで閉めたドア。あ、閉まった。だからさ、ドア閉めれば追ってこない説やめろ、マジで。ドア閉めたって来るときは来るから。なんでさ、ドア閉めたら安全だと思うの、みんな。え、なにこれ、謎の箱。あ、どういう状況。お、あ、行きましたね。え、なに、水、箱を開けたら水が出てきましたってこと。どういうこと。おお、髪の毛出てきたね。すごい毛量、タコみたい。お、なんかいる。あ、サダコパターンか。こんな、なんだ。ああ、髪に足を取られるパターンですね。はいはいはい。あら、え、待って、この子黒いニーハイ履いてんじゃん。いいですね、好感度はポイント高いですよ。おお、オッケー。てか今んとこさ、女子しかいなくない？俺以外みんな女子ってこと？やば。いいっすね。ちょっとテンション上がっちゃう。あー、どうもこんにちは。僕ドライムーンです。あれかな、中入られたパターンかな。もう雨降ってる。6月かな。へー。で？ひなさき、みゆは消えた。あ、あの子ミュウちゃんっていうの。その声は山頂の社に封じられ、誰一人として聞くものはなかった。この物語は一つの山を舞台に、ユリ、レン、そしてミュウ、三人の男女によって織りなされ。男いんのかよ、なんだよ。あなた、じゃあそのレンキュンをドラえもんにしよう。ユリ、ドラえもん、ミュウの三人が織りなすラブストーリーって話でしょ。あ、ということでタイトル、ゼロ濡れガラスの巫女、スタートしていきましょう。どうもこんにちは、僕ドライムーンです。皆さんお元気ですか。今日はね、ちょっと雨降ってましたけど、ちょっとね、お化け日和ということでね、今日も、お化けを撮影していくゲームなのかな。なんかゼロって写真撮るゲームなんでしょ。そういう知識程度しか私は持ってません。1の雫、残影、小塚、ユーリ、あ、ユーリって言うんだ、ドライフラワーかな。影見、氷上山と呼ばれる霊山の近くにのみ伝わる特殊な力。影見の力を持つ者は、神隠しされた人や物の影を追うことができた。その日、小塚優里は居候先の主人であり、影見の力を持つ女性、黒沢、悲壮か。
ちょっと待って、ひそか来ちゃったそろそろ狩るかっつって楽しい、このゲーム今んとこ楽しいよ。 OK 見ていきましょうか。全然ホラー感は今んとこないっすね。最初に出てきたちょっとお化けにビビったぐらいですね。誰この人。死ぬのが怖くなると思っていた。ほう。涙も流れない。ほう、中二病かな。お、見てこれ、あのカサスの位置じゃん。カサスで、あの探偵の人が犯人追い詰めた時に犯人が立ってる位置のあれでしょ。夕日綺麗。夕日でかくない？一人。終わる時は。おお。ああ、なんか中学生のなんか感じっぽいですね。お、このアングルちょっといいね。ちょっとテンション上がってくる。女子ってさ、あの俺男だからよくわかんないんだけどさ、こうあのお胸のこうサイズからさ、おへそみたいとか、ああ落ちちゃった。え、かわいい。誰この子？え、この子がいい。探し物は。え、すごい、なんかスカートもいい感じに短いし、この子がいい。おい待って、こっちも可愛い。え、ちょっと待って、こっちがいい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとテンション上がってきちゃった。やばいやばい。え、ちょっと待って、このゲームに出てくる女の子みんな可愛くない？ちょっと待って。え、ちょっと、これすげえお姉さんキャラじゃん。あの、口元のほくろとかテンション上がっちゃうね。え、やば、こっちもなんかピュアな感じして可愛い。ちょっと、重婚しよう。もうめちゃくちゃじゃん、あ、これカメラですね、多分。これで撮影するってこと？あなたならできる、You can do it ってことでね。それやっていきましょう。少し練習しておきましょう。何を？扱いは普通のカメラと同じ。はあ。構えて何か撮影。撮影。あ、はい。遮影機を構えたら画面にキャプチャー量が表示される。はい。コントローラーを、なるほど。お、すごいすごい、コントローラーを動かして撮影するパターンですね。すごい。丸を捉えて ZR で撮影。死後の世界に近いの。こんなん撮るに決まってんじゃん。嘘でしょ。あ、すいません、全然話聞いてません。ああ、なるほど。丸に入ったやつを撮ればいいのね。構えたまま。L 下で、ああ離れる、オッケー。二つ目の丸、ああそういうこと、同時に撮影、こうか、ああオッケー。三つ目の丸を探す、おお、 LR でキャプチャー量を縦にして、ああなるほどね、オッケーオッケー。縦のやつも撮ると、はあ、四角の撮影対象はロックオンできる。 ZL 押し続けて録音しながら撮影ってこと？これでいいか。あ、こうか。はい。自由に撮影。賑やかではなく。以前はこんな場所じゃなかった。かつて。ちょっと難しいなこれ。あ、背中もちょっとエッチですね。ありがとうございます。ちょっとお尻も取っといておこう。とりあえずね。OK。はい、すみません。はい、じゃあ行きましょう。やっていきましょう。廃旅館の中を探索する。はい。お、雰囲気あるね。その写真は、弔い写真。あ、弔い写真っていうの？死者を弔うために撮られた写真。レンからの依頼。レンキュンからの依頼。その写真は、ここで発見されたものらしくて。他にもないか、調べてほしいそうよ。他にもないか、写真が？なんだなんだ、俺手映ってんじゃん。これ解く、とりあえず水に溶ける手。すごい、この人余裕あんね。めっちゃこの人胸でかいじゃん。テンション上がっちゃうな。にしても歩くスピードがちょっと遅いですね。もうちょっとなんかスピーディーに行けないもんかなこれ。お、なんかイベント入った。ん？お、誰かいる？人間？お化け？
分かん、人間かお化けか分かんないけど、透けてるからお化けでしょうね、きっと。どうした？なんかあった？ちょっとウルフっぽい髪型ですね。ちょっと俺と似てるね。ほら見て、奇遇。俺もウルフなんだ。おお、なんか来る。かかってこいよ。やっぱ人間、拳を鍛えておけば何とでもなると思うんです。拳でお化け。お、おごちゃ。お、後ろにいる。いいっすね。なんかちょっとこう、美女感が溢れ出してますね。いや、たまんない。そして黒タイじゃん、よく見たら。やば、ちょっと待って、このちょっと線入ってる黒タイってやばいな。やばいやば、もう俺ドストライクなんだけど、この人ちょっと、やば。ちょ、生足も別にね、いいんだけど。気配を感じるわ。気配を感じる。絶対押し続けて行き先を探る。それはヨスガが見せる、ヨスガが見せる過去の影、残影。かっこいいな。残影は目的のものへの手がかりになる。あ、そうですか。影を追いましょう。そういう、なんかあんまりこう人の言うこと聞きたくないタイプなんで、結構ちょっと寄り道しちゃうけどね。なんもないんかい。お、走った。もうとりあえずこっち。お、なんか落ちてくる。落ちてこない。なんか光ってる。トリマーアイテムかな。 ZR を続けたアイテムを拾う。神山の霊落、埃をかぶった廊下に古い本を持ちて誰か置いていったもんだろうか。あーは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 ー、漢字が多くてあまり読む気が起きないんですけども、うんですね。まあいいとこだったって話ね。で、温泉旅館があり、あ、温泉シーンある。でも今は廃れちゃった。はー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 、なるほど。自殺の名所、怖っ。あ、で、ここじゃなかったってこと？ん？まあいいか。残影はどこに行った？お、なんだ？あー、ちょちょちょ、逃げな！間に合った？奥へ進む旅館主人。すげえピンボケしてるけど大丈夫？今のは過去の影だろうか。過去の影が強く残る場所で、過去の映像そのものが見えることがあります。はあ。過去の映像など撮影することができれば、遮影機の許可に必要な撮影ポイントを入手することができます。へぇ、とりあえず撮っとけってことね。OK。とりあえずこっち。くぐる。お、見える？あ、見えない。お、絶妙だな。おいおいおい。これはちょっとバッドポイントですね。なんだよ。もうちょっと、なんか見せてほしいんだ。この部屋かしら。はあ。開ける。鍵がかかってる。鍵が必要ね。遮影機を使ってみましょう。はあ、はい。霊視。遮影機を通してみると通常見えないものが反応することがあります。はあ、何でもかんでも遮影機を使えばいいってことね。なんだ、ロックオン。ヘイ、サイキックフォトグラフ。ん、写真に何か映り込んだ。どこかの部屋の押し入れの中は光っている。タンスの上に人形を置いてある部屋、ここに鍵がある。ああ、ユーリ、一人で探してみて。なんで？え？私はここで。なんで？普通さ、一緒に行くよね。なんで待つの？なんかこうホラーでさ、単独行動を取る人の気持ちが分かんない。お、なんだなんだなんだ。あ、なんかいるいる、何かいる。なんかいるよ。あ？いないじゃん。え、何今の？あれ？これどういうことがあったっけ？お、すごい、なんかホラーチックだね。こうドアの開け方もさ、ギリギリまで見せないようにしてる。ん？お？お、開いた。これはあれですね。お、すごい、髪リアル。ってことはこれ伸びる系かな。ってか頭でかくない？とりあえず撮っとく。よし。とりあえずガンガン写真を撮ってった方がいいと思うんですよ。ZR を押し続けてアイテム拾う。なんか手掴まれそう。
掴まれなかった。赤いキーホルダーの鍵、ああさっきのドアね。オッケーオッケーオッケー、はーい了解です。じゃあ戻りますか。おっ、こんにちは。誰だお前。あ、いなくなっちゃったんだよ。俺さっき見てなかったじゃん、こっち。オッケー。これなんかフォトモードとかでそのうち残るのかな。あーまあね、こういうのはいるよね、確かに。また出てくるかな。あ、いない。とりあえずとっとと行きますか。お、いなくなってるかと思ったらいる。だいたいさ、なんか単独行動を取る人ってさ、なんかアクション起こすといなくなるパターン多くない。でもいたね、普通に。とりあえず鍵開けました。誰かいる？この部屋にあるよね。ほうほう、探してみましょう。何を？ん？待って、ユリ。ん？なんだ？そこに何かある。何かある。呼び戻し。遮影機で見ることができる反応には、この世界から隠されたものの場所を示すものがあります。正しい位置角度で撮影することで呼び戻せる。すごくない？え？こう？え？こうか。できてないっぽい。ん？これか？できた。スプリテッドエクスポーズ。え、なんか出てきた。すごっ、召喚したんだけど。え、このカメラすごくない？これ何？アルバム？なんかすごい、この二人美人さんじゃない？ちょっと依頼のもののようね。依頼のもののようね。はあ、夜になる前に帰りましょう。あ、はい、わかりました。ここはあまりいい場所じゃない。でしょうね、どう考えてもいい場所じゃないと思う。とりあえずお家帰るってことね。密かとともに廃旅館から出る。でもこれ絶対さ、誰か襲ってくるパターンあるでしょう。またなんかいそう。あ、どうしまった。だよ、もう思わせぶりなんだよな。開けろって言ってるもんじゃん。今回のような物探しは簡単だけど。あ、ごめんなさい、全然ちょっと話聞いてないです。すみません。また位置変わってる？影見はその名の通り。位置変わってないね。対象の影を見てしまう。はあ。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。あれ、じゃあさっきのあの一番最初に出てきた透けてる女の子は。あれかい？見ちゃダメってこと？とりあえず、おいたいた。イエーイ。とりあえず覗いちゃおうかな。盗撮しちゃおうかな。お、なんだ、なんかいるか？お？なんかいそうでいないね。なんかすげえここで止められるんだけど。お化けさんいるパティですかね。おいた、こんにちは。お、手つかお、あ、ちょっと待って、押し倒されちゃう。あ、ちょっと待って、あ、いいんですか。あ、ありがとうございます。お、なになに、お写真、え、なになに、え、どういうこと。いなくなっちゃった。意味不明なんだけど。ちょっと、あ、でも透けてる。あ、おへそがちょっと見えてる。お、あ、また襲ってくるパターン、すごいね。お、戻れてきた。な、なになに、どういうこと。ちょっとわけわかんない。音量や攻撃は首突き攻撃してくる。あ、はい。おーおーおー、首突かれた撮影でこう反撃。はあ、はあ、角度一致。あ、撮影された霊がひるんだ。遮影機を使えば霊を追い払えるかもしれない。はあ、フィ
ィルムが1枚必要です。構えて頭を中心に構える。おお、すげえ動くじゃんこいつ。ほらほら、あ、取れない。え、取れない、なんで。あ、なんかチャージされないと攻撃できない、もしかして。よいしょ。え、目標をセンターに入れてスイッチってこと？ OKOK、任して。ほら、待って、おいよ。あ、いよいよ、あーしょ、あーしょ、あーしょ、すげえ、超近い距離。あー、すごいすごい。あ、やべ、ちょっと、近すぎた。やめてください、やめてください、お願いします。ごめんなさい、やめてください。どこ行った、どこ行った、どこ行った。あー、ちょっと待って。おい、いなくなっちゃった。どこ行った、やっと消えたよ。強くねこいつ。え、お化けってこんな強いの？倒せねえってこんな強さだったら今後やっていけねえよ。ずぶ濡れじゃん。こいつも何してんだよ。あ、いいな、羨ましい。俺もやりたい。バックハグされたい。私一人でやるべきだった。いや、そんなことないです。俺がその、さらにその後ろからちょっとバックハグしましょうか。いいですか。どういうこと。私は一人だ。あ、またなんかちょっと一人アピールしてる中二病の人がいますね。謎の階層編が入りましたね。お、イケメンキュンだ。男の子かな。この子はレン君もしかして。おい、ちょっと待って、物騒なもん持ってる。危ない危ない、ドスじゃん。ちょっと待って、これをドスっていう人って結構あのもうヤクザだよね。やばい、ちょっと龍が如くの影響はちょっと出てますね。おい、ちょっと待って。ダメだよダメだよ、レン君そんなことしたらまずいまずい。ダメダメ、まだちょっとちっちゃいのにそんなことしちゃダメだよ。すごい覚悟決めてる目だこれ。やるな、これ絶対やるな。え、大丈夫。こいつもなんだろう、そう、白髪の人。大丈夫これ。お、すごい近距離。あれあれ、これ箱、さっきの箱じゃない、開けたやつ。なんか、切った今。傷もついてないし。どういうこと。あ、とりあえず入れましたよみたいな、そういうこと。いや、まあ、儀式的なやつかな。誰だよこのおっさん。突然おっさん出てくるのやめてもろて。あ、でもちょっとイケメン感あるな。お、またイケメン出てきた。おいおいおい、男いっぱいいんじゃん。お相撲さんがいらっしゃって。俺以外にも男いっぱいいるじゃん。ひそかが来たのか。ひそかが来た。使ったそうです。そろそろ帰るか。実るほど大きくなる。あ、さっきのやつね。さっきのアルバムを渡したってことか。結局何が映ってるわけ。思わせぶりだから、もうちょっと早く見せて。お、さっきの階層編の箱じゃん。え、じゃああれかな、ポイントはあの箱になるのかな。密かから影見を襲った有利は氷上山の廃旅館から北条連の依頼。北条連か、間違えた。北条連ってなんかなんとか連合みたいなのね。戸村写真を持ち帰った。その連は一つの悪夢に悩まされていた。幼い頃自らの手で一人の少女を手にかけた。それはただの夢なのか、それとも自分自身の体験だったのか。真実はいつも一つ。はい、ということで、第一章が終わりってことかな。はい、ということで今日はここまでです。また次回お会いしましょう。